続いての話題はこちらです。マスク生活の終焉で鼻毛問題が急浮上。新型コロナウイルスが2類相当から5類相当に引き下げられたことで、徐々にマスクを外す人が増えています。そんな中、ビジネスマンたちの間で打ち合わせ相手や同僚の鼻毛が出ている場合どう注意すべきかという問題が最近急浮上しているそうです。よく笑わずに読みましたね。今ちょっとやばかったよね。いや、お二人がもうね、しっかりとリードは。だって何を言ってんだろうと思って。本当マスク生活の終焉で鼻毛問題急浮上。いやでも、これ本当なんですよ。鼻毛、マスクの前は鼻毛処理ってもうちょっとみんなマメにやっちゃうと思うんですけど、マスクで隠れたことによって、まあ、髭ももういい、手入れしなくていいやと、女性はまあメイクもちょっと、顔の下半身が適当になったりとか、みんないろいろそれが3年ぐらい続いたじゃないですか。だからいきなりそのマスク取りますとか取った時に鼻毛ボサーって、ある、ま、しかもマスクの中って鼻毛が培養されやすいっていうか、なんかこう、なんていうか。どういうことですか？いやいや、培養されやすい。我々は培養してたんです。鼻毛ハウスみたいな。なんちゅうの？なんだろう、湿度が高いから。そうそう。なんか鼻毛ハウス状態だったから、伸びるのがなんか私、マスクによっての早くなった気もするんですよ。いや、これがね、AI にできないことですよ。できない、できない。あのね、マスクの中のことをね、鼻毛ハウスっていうネーミングはね、この言い換えはね、AI にできないよ。中瀬さんだけですよ、鼻毛ハウスだもん。鼻毛ハウス。いや、これね、でも確かにね、鼻毛出てますよって指摘するの本当難しいんですよ。私の知り合いのある、まあ、女性文化人がいて、その人いつも鼻毛出てんですよね。で、まあ、みんなちょっと困ってたわけ。で、ある時、その、メイクルームでメイクさんに、なんか、それで割とこう、はっきり、まあ、女性文化人でこう、ものを言う人だから、はいはい、はっきりもう、ずけずけこうね、ちょっとあんたここの、アイシャドウの色がおかしいのよとか、こう、ほべにほらなんかこうしてとか、いろいろ、わーってやって、まあ、出来上がったわけですね、メイクが。それで、どうってマネージャーさんの方向いたら、マネージャーさんが、うわって鼻毛ブワーって出てるんだって。でも、マネージャーだからやっぱりこれ教えないわけにいかないです。このままテレビ出したらいけない。でもまあ、女性同士とはいえ、言いづらいじゃないですか。だからまあ、手鏡を渡して、ちょっとこれチェックしてみてくださいとか言ったら見て、あ、ちょっとアイライン薄いかなって。いやいやいや、もうちょっと下の方はどうですかって言ったら、あ、口紅の色もこの色じゃどうって、あ、いや、その真ん中くらいって誘導しても最後まで気がつかなかったの。あ、何とか言って。だからやっぱり何つうのかな、あれ何、心の綺麗なしかしか一人に見えない。何なの妖精みたいな、なんていうか心の綺麗な人にしか見えない鼻毛だったのかなっていうことで、もう諦めたらしいです。マネージャーさんの話ですけど。はい。だからそういうこともあるんで、まあ言いにくいっていうか、私も何度かね、そのやっぱり男性の鼻毛がぶら下がってるところに、で、トリコロールみたいに、なんていうか、黒い鼻毛と茶色い鼻毛と白い鼻毛が3種類。あ、わかる。もう白がね、増えて、俺も目立つのよ、白。三色鼻毛。今大丈夫？ちょっと中瀬さん、こっちの右の鼻穴、あ、逆逆。ちょっと怪しくないですか？怪しいね。あ、もう出てる？いや、出そう。白っぽいのが、白いのが出てる。発射台の。笑うためにそれが少しずつ前に出て俺ね、マスク生活が終わるときに鼻毛を抜いてくれるお店に行ったんですよ。その都営新宿線のコンコースでやってる鼻毛職人っていう、はい、え、そんなとこあんの？あるんですよ。でしかもなんか1000円ぐらいで全部ね、もう、ブラジリンワークスで全部抜くんですよ。そこにマスク生活が終わるからと思って行ったら、そこの店員さんが、おー、ずいぶん間空きましたね相当、もっさり密集してたんでしょうね。もっさ。いやいやいや、これは抜き替えありますねって言って、一気に抜くんですよ。で、バサーもう一気に抜くときにあまりに生えてたんでしょうね。うん、もう顔持ってかれましたもん。うわって。なんかもう、脳みそ出そうじゃないですか、そんな。すごい。それからまたしばらく空いたから、多分今でまた発射台に。そうそう。
ろ行った方がいい。もう一回行った方が。まあ私もカッキングっていくらでもあって鼻毛ボーボーやないかとか言えるけども、うん、でもまあ世の中の人はやっぱりなかなか鼻毛言えないじゃないですか。って今鼻毛通知代理サービスっていうのもあるんですよね。鼻毛出てますよっていうこと言いにくい時にチョロリっていうところにアクセスして、うん、知らせる相手のこうあのメアドとかも名前とか入れてそれで鼻毛が出てる本数とかどういう風に知らせるかとか鼻毛が出てる人との関係性とかを入れるとそれに沿った形で鼻毛出てますがそんな悩ましいことになってんのそう、そういうだってその鼻毛だあの通知代行サービスのチョロリにあのさっきちょっと見てみたらチョロリのところで救われた鼻毛の数603,896本みたいなあの救われた鼻毛の数がまず出てくるっていうねなかなかユーモア あるわあれだけど、まあ、それぐらい鼻毛問題っていうのは確かに、うん、あの大きいんですよ、まあ、マスクのいやだからこうやって我々のようにも堂々と、うん、鼻毛は恥ずかしくない、うんね、僕の鼻毛がまあ右左左左左出そうになっててもですよ、はい、気にしない別に今日は俺当てて抜かないしいやそれは気にしてほしいですそれは抜いてほしいそう、まあ、でも確かにね、はい、考えてみたらなんで鼻毛が出ていたら悪いのかっていう、まあ、そもそも別にいいじゃないかという考え方もあるわけですよね、うんうん、鼻をの中を守ってるわけでしょ。そうそうで守り人がこう出てるわけだから守り人が出てますよとか言ったらどうかな守り人それこそ前言ったけど三浦純さんはずっとそれフレッシュって呼ぶって言ってましたからフレッシュ出てます先輩っていう言い換えれば言いやすいかもしれませんよね。やっぱり結局言い換え能力なんですよ、うん、日本語能力って、ね、さっき中瀬さんがねやっぱりこうねあの鼻毛ハウスって言ったように何事も言い換えれば丸く収まるということでよろしいですか。AI に勝ったってことで AI にはね鼻毛問題は語れませんよ。ここまで AI に鼻毛の指摘もされると嫌ですよね。この番組のコメンテーターに求められるものはやっぱりこういう能力ですね鼻毛についても語れる人しょうもない、はい、中瀬ゆかりさんとしょうもないしょうもないよ、まあ、中瀬編集長の週刊誌斜め読み。さあこの1週間の週刊誌の記事から見える世の中の出来事を独自目線で中瀬さんに切ってもらいましょう。選んだ記事は今日週刊ポストからこちらです。国際ロマンス詐欺、卑劣な手口と犯人の正体。これ案外後を絶たないんですよね。いやまあこの番組でもねたびたび触れてきはきましたけどこんなに増えてる、まだまだ増え続けてるんですよね、うん、こんなに言ってるのに、まあ、オレオレ詐欺もそうですけど言ってても言っててもやっぱりあの騙されてしまう。それぐらいいろんなことがもう手を変え品を変え巧妙になってるってことなんでしょうけれども、まあ、でもね結婚したいとか生涯そういう時の人がと一緒に見つけたいみたいな、まあ、言ったらそういうあの女心、まあ、男性もな何びっくりしたの どうしました滝花さん顔が真っ赤になってる。なんで？ツボに入っちゃって。え？ちょっとやめて。ちょっと待って。違うんですよ。さっきの鼻毛ですか？中瀬さんが増えてるっていうからもう鼻毛が増えてる近く。ちょっともう九時回ってるんですから。中瀬さんまで。真面目に語った時になんてこと言うんだよ本当に。こんなに増えてっていかもうこれ一回ちゃんと真面目な記事ですからね。大変失礼しました。中瀬さんも釣られちゃったじゃないですかちょっと柿原さんちょっと今でかつてないですよこんな中瀬さんが泣いてる。中瀬さんいやまあね、だからちょっと、まあねおかしい。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ちょっと涙を。じゃあ、はい、ティッシュで拭いていただいて。ガチ泣きになっても、はい、笑い泣きって珍しいですよ。珍しい。はい、これだから増えてるって言葉ちょっと禁止しましょう、とりあえず今日は。急増とか。急増とかね。でも本当に、これが問題だってことで、ルポ国際ロマンス。いやいかんと深呼吸をあのしませんか皆さん柿花さんもまたスイッチ入れないでちょっと
進めてくださいという本が、はい、あの小学館から水谷武秀さんっていうノンクションライターの方がまとめた本が出てるんですけども、まあ、その中でいやリスナーの皆様大変申し訳ございません。珍しく壺に一回入るとも抜けられないってパターンですね。そういうことあるんですけどね。しかも熊谷さんが妙に冷静っての笑いますよね。いやでもこれね、私も最近自分のインスタグラムあのアカウントだけ持ってるんですけど、これ全く同じで、はい、この中で、紹介されてるあの事例でもね、ハロー ハロービューティフルって来るんですよ。で本当に相手イケメンだったりして、確かにハロービューティフルは笑うな。